皆様こんばんはというよりはちょっとまだ日が落ちてないんですけれども、しっぽ TV 第何回か、こらやめろ、いきなり潮が放送事故、猫カフェ型、シェルターというところからお送りしておりますしっぽ TV ですが、本日のゲストは猫粘土作家というちょっと珍しい、いや全然珍しくないです、珍しくないです、よくあるそうです。猫粘土作家の、高橋理沙さんをしまして、実はこれの前に教室をやっていただいて、さんざん皆様とあでもないこうでもないといろいろやっていただいた後で、結構私は今ハイテンションになってるんですけれども、理沙さんの、お会いしたのはかなり前なんですが、はい、ご自身の活動、それからどんなことをしてらっしゃるか、はい、軽く自己紹介をお願いしたいなと思います。どうも。はい、かれこれ十何年か前から粘土覚えてないです粘土を作ってまして、猫を作って売り始めました。で、粘土教室を始めたのはだいたい2000年ぐらいからかな。そうです、結構前からやってて、なんかだんだんとやる数も増えてきて、で本を出したのが最初が2009年で、もう一冊が2011年です。まあホームページはだいぶ前から読み上げたんですけど、粘土教室があると思って、で私その頃ボロボロに疲れてた時に、なんでわざわざっていうスケジュールの中、恵比寿に確かに伺ったんですよ。そうです、そうです、オードリー・ヘップバーンの T シャツ着てた時ですね。よく覚えてますね。実は3日風呂に入ってないけど、匂いましたねこういうキャラの方も大好きなんですけど、ご本人も大好きなんですけど、やっぱりね、作品に全編親父ギャグと言っていいんでしょうか、何と言っていいんでしょう、ウィッチャレと思う、シャレ、はい、やっぱりフランスならではのエスプリですね、はい、そういうものは、ものすごくエッジが立ったものを聞いてるのがとても好きでですね、一作品一作品ご案内のおはがきいただくたびに腹がよしれみたいな状態です。今ちょっとよしれてる出てはいるけどよしれてはいないけど、はい、はい、そうなんですよ。で今日はお題を、決めて猫を作っていただいて、受講の方11名ぐらいいらっしゃったんですけれども、猫粘土をやろうと思ったら何かきっかけとかありますか？もともと美術系の学校にいたので、粘土で何か作ったりするのが好きでした。で、そうですね、絵描くよりかは、立体造形作る方が得意だったので、気づいたら粘土を作ってました。ご自宅にも猫、今も、はい、うじゃうじゃはいなくなりました。うぐらいです、うぐらい。うじゃうじゃいたこともありました。うじゃうじゃいた時代からなんとなく意識してるんですけど、なんかこんな形に持っていきたいとかっていうのはおありなんでしょうか、作品を、なんか作品活動とか。これ以上何かしようと思ってもどこ行っていいかよく分からない感じなので、どうしましょうって感じです。私が知ってる高橋先生では、エッジの効いたエスプリの効いた作る方ということと、はい、それからウエストサイドストーリー、大好き、大変最近見てない、とっても好きで、はい、ご自身でピアノで弾くことなさってたりとか、弾きました、弾きましたか、そうですか、もう弾けなくなりましたとか、はい、でもいろんな個展とか、発表とかなさってらっしゃいます、いろんな場所で、いろんなところでやってます、でも主にギャラリーとか、そうですね、あとちっちゃい展示会みたいなところではちょろちょろ出してますけども、私は作品を作るのがとっても遅いので、あんまり作品がなくていつも嫌がられますはい、量産は必要なんでしょうかね。量産必要です、必要だけどできなくて、一
つも泣きそうになって。シーソーさん、いつもって工房作るとかどうですか。ああ、誰かね、なんかいつも夜中に小人が来てやってくれないかってすごい願ってるんですけど、あのいつでも、いつでも無給でお願いします。それ条件ですよね。条件です、絶対条件。まあ、あのこれ2冊目のご本なんですけれども、あの猫の猫ひねり、1作目が確か猫こねですね、はい、はい、あのとても作りやすいというか作り方が丁寧に解説してあって、でこれをあの実際に作った方、まあ、あれですよね、あのホームページに投稿してくださると、そうですね、ホームページに載せていただける、はい、材料まで細かく書いてあって、あのご自宅で一つトライしてみようじゃないかという方はですね、量産体制に入る方もいるようですが、あ、そう、たまにいますね。兄弟作りましたとか、そうお待ちしてます。知ってます。お待ちしてますよ。猫にこんばんはっていうタイトルで、あのブログじゃないですか、ホームページですね、はい、あの検索していただけると、はい、もう古いんで、はい、作り直そうと思ってるところですので、はい、はい作り直してからよく見てください。まだ古いんだなと思いながらぜひご覧ください。、はい、その中のあれですね、ブログの部分は猫にガバン、猫にガバンがブログなんですけども、はい、そことは別に猫に粘土板っていうのを作って、そっちに粘土教室の案内を別個に載せてます。そちらはあまり感情を入れないで、猫にガバンの方は感情を入れて、市場も交え、市場も交え、はい、ブラックのバンは、はい、粘土板はもう、はい、なんかね、おすまししてくれるつもりです。実はあの1年ぐらい前にもね、猫粘土教室やっていただいたんですけど、はい、なんかもう散々邪魔されましたね、猫たちに。ああ、面白かったです。はい、今日はさすがにあの水物を倒してませんですが、そうですね、飲んでもいなかったですね。まあ、チェックに来ますので、うちの子たちね。東京キャットガーディアンのありがたいことに猫を割合もらえるのが早いので、はい、だいぶメンバーが変わったと先ほどおっしゃっていただいたんですが、今日も総勢何名入ったんだろう。大塚シェルターは下手するとあの土日90人くらい入られるので、すごいいっぱいしてましたよね。下がもうあのどこの下宿っていうぐらい、うん、ありがたいことに靴だらけになるんですけど、1日何名、制限とかしてないんですが、あの大体土日は、あ、いやいや、うん、ご成立、ご成立、ご成立は、はい、まあ、週末に大体ご成立、平日は1組とか2組とかなんですけど、はい、月でいうと、まあ、55とか60組ぐらい決まっており、そっか、年間には700中ですね。はい、それもあの相性のあることなんで、お申し込みはもっとたくさんいただいてるんです、ありがたいことだと思います。そうですね。なのでね、あの皆さんにとって一期一会の場所だったり、そうですね、あと遊びに来てる方も、うん、あのもちろんありがたいので、うん、あの気軽に、うん、そうですね、猫に会いたいとか、そうですね、やっぱりなんか猫もらう時はいろんな方法があると思うんですけども、うん、私あんまりもらったりしたことない、だいたい拾ったことしかないですけども、猫は交通事故ですから、そうあのもしね、選べる立場になった時にどうするだろうと思って、どこにもらいに行けばいい、まず買うは絶対ないから、まあ、行政さんも今一生懸命ちょっとしてる、ね、そうだけど、はい、行政とか行くと他の子見るのが辛いじゃないですか、なんかそう、もう白日なんてもう私見たくないって思っちゃうし、まあ、私取りに行く側ですけど、うん、毎回心拍数上がります。あ、もうそれちょっとね、すごい、うん、本当尊敬しますので、変わってほしいんですけど、うちのメンバー誰も変わってくれない、だってもう心をね、鉛にしないとちょっといけないですよね。でだからでもここだったら、はい、みんな他のもらえなんか選ばれなかった子たちも幸せに暮らしてるなと思って、はい、とりあえず今日命の危険はない。そうえ、明日あるのみたいな、それでうちの経済事情によります。それで皆様ヘルプ、そうで、そうだからこういうとこだったら安心で、そうだな、まあね、あの、うん、逆にそういうふうにおっしゃられて、うん、ここじゃないとこにするわっておっしゃった方いてね、あ、待って、あ、みんな幸せだからね、待ってっていう感じだったんですけど、そういうあれもあるけども、うんうん、例えば個人の家でね、はい、あの拾っちゃったもらってって3匹で取りにするって言われて、うん、残りの2匹はって言われてね、ないんよねなんて暗い顔されたら嫌だし、追い詰められて弱いタイプですね。なんか
同時にもらってくれる人がいたらなみたいな、うん、まあね、あのペットショップでっていうご縁があったって方もあのよくよく聞いたら、うん、だんだん大きくなっていって、うん、だんだん値段が下がってくるのが怖くて、脅迫ですよ本当に、うん、許せない、ついみたいな方がこの間いたりですね、うん、ああいい人だなと思っちゃいます。あ、でもそれが向こうの手じゃないですか、敵のように言ってますけどいつかシップ TV で、うん、あのね、生体販売の方も来るのが嫌じゃなかったら、うん、お話をちゃんと聞いてみたい。あ、それはね、うん、できる人が、ね、冷静にできる人がいればぜひ、気合のある方がいたらですね、ぜひ、うん、敵じゃない味方でもないかもしれませんが、うん、あの同じものをかけてる部分があるんですね。でも絶対好きな、うん、ね、うん、好きな方ですよね。嫌いではない、そう、でもある時ところからもう商品としてしか見れない部分がないとやっぱしやっていけないんだろうなって思うと、そう思うとちょっとあんまりお会いしたくないなって思っちゃう、うん、会いちゃった。それはね、あの個人的には私もあの、うん、ブリーダーというシステムは、うん、あのこの部分できついなと思うところがあるんですけど、うん、ただ現あるものとじゃあそのどっかで共同できる部分はって考えたらですね、ブリーダーさんとか生態を販売している方にとっては、うん、外にあの可愛い野良の子猫がわざわざいたら困るわけですよ、商売にならないですね、うんうんうん、例えばアメショが、30万だ米粉という金額で売りたかったらっていう方もあれですけど、外に野良の子はいない方がいいわけです ね、 そうですね、商品価値がとなると過剰繁殖を抑えましょうっていうところでは共同体制が取れるはずなんです、保護団体と。なるほどね、なるほどね、うん、それはそうだ、うん、だからキャンペーンを貼っていただいて、うん、そうですね、適正数がいれば、うん、そうそうそう、ブリーダーだって、うん、だって生きていく道があったり、ね、ブリーダーの生きていく道を、そうそう、ウィンウィンな関係に、うちが考えるのおかしいんですけど、うん、でもそのそう、ね、全く話ができない現状をちょっと変えたいなと思って、うん、これ見てらっしゃるあの方でですね、はい、あの例えばキャッテリーをやってるとか、うん、ナノブリーディングをしているとか、うん、業界の働いてるとかの方、ぜひあのお話をするチャンスをいただけないかなと思ってます。そうですね、うん、でも確かにそうですね、あのいなかったら行きますよ、はい、世の中に猫が一匹もいなかったら、はい、私だってブリーダーからもらう日が来るかもしれない、うんうん、そう、うん、でもいるからね。この間ドイツのドキュメンタリーチームの方が来て、うん、ここぞとばかりに逆取材をしてですね、ドイツどうなってるのって話をしたら、うん、外猫がほとんどない。あ、そうそうそう、ドイツはね、そうですね、で私はそこへ至る過程を聞きたかったんですけど、うん、私のシャレにならない英語と向こうもシャレにならない英語とで、うんうん、筆伝もできずみたいな、ジェスチャーあの会話にならなかったんですが、うんうん、でも現状はそのたくさんいないから、うん、シェルターも楽々引き取れるし、それいいですね、っていう話なんですね、うん、だから一旦向こうもそういう状態になっちゃったら、 そうですね、それこそあの保護団体も、うん、すいません無理ですとか言わないで、うん、あのどうぞどうぞって言いますし、そう、そうですね、でも随分一時より減ったんじゃないですか、頑張ってますね、はいはい、で今は里屋さんが愛の奪い合いになっている状態ではありますけれども、え、あの里屋さんという数は増えないですよ、はい、あ、うん、なのかなって検討している方は爆発的に増えたりしないですね、うん、そうですね、はい、であの保護する方が増えると、一時はその猫たちはあちこちに保護されているわけですね、うん、で全員が全員保護している側は里屋さんを求めているので、うん、里屋さんの愛の奪い合いになっているというのがちょっと東京では現状だと。あ、なるほどね、うん、あの知り合いの保護でやってる方も、うん、今年は山頂都会が振るわなくてっておっしゃってるので、あのそれなりにもらう方もいるんですけど、はい、あの保護してる方が増えちゃったなっていう感じがあります。あ、そうか、はい、で、あの、うん、いろんな県の方もありがたいことに来てくださったり、うん、議員さんなんかも視察に来てくださったりするんですけど、うん、やっぱりあの皆さん一様に東京はいいよねとおっしゃるんですね、うん、地域猫っていうものがあってさ、うん、確かにそうかもしれないですね、で環境省の長官で東京ともそうですね、僕もいっぱいいると、うん、そうですね、私らにしたらこれでっていう感じなんですけれども、まあね、行くとこに行けばね、でもね、いろんな方の努力があって、はい、未だに、はい、地方は相当きつい現状だそうですので、そうですね、はい、まあ楽しいっていう部分からガーディアンは、うん、あのいろんなものを取り込もうとしてますので、そうですね、はい、教室もですね、きっとあのリサさんの先生のご講義でまた続けていただけるんだと思っておりますので、はいはい、しっかりよろしくお願いしたいと思いますし、あの、まあ、ホームページの方リンク貼っておきますので、あのお手を見に行きたいなとか、
者さんにお会いしたいとかいう方はですね、ぜひ怖いですよ、ここが在廊してますみたいな大体情報として書いてありますので、行って直談判をしてみるたりですね。写真で見てもこれだけあの、うん、っていう、これあれですか、これはプロの方が撮られた写真ですか？もちろんもちろん、はい、そうなんですか、はい、毎回でもあの送っていただくあの絵はがきのあれは、あれは私が撮ってますけども、あのあれ十分、私ウエストナイオストーリーで茶吹きましたんで、ああそうそう、はい、ですか、はい、はい、ちょっとあの、はい、メタボな感じの猫の周りにメジャーがくるって回してあって、あ、はい、ウエストナイオですね、あ れ、はい、あれどうやって撮ったんですか、なんか空中に置いてるみたいに見えるんですけど、置くんですよ、うちの間近もう楽しい、なんだそうです、うちの猫は東京キャットガーデンの猫飛ぶ、あ、よく飛んで見ました、見ました、うん、すいません、有名なんですけど、里屋さん家行っても、はい、高いとこから腹目がけて飛んでくるそうで、はい、ああいいですね、肋骨行ったかと思ったみたいなツイートが時々入りますフライングボディープレスと言われます、あ元気で、元気で、本当ですよ、はい、猫が優勢です、なんか年取ったらそんなことしてくれないですもんね、うちの時なんか老人ホームみたいになっちゃって猫が本当にもうヨロ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 いちいち寝てるし、あ、まあ、そう、そうね、なんかたまに動いてる猫が見ると、ね、すごい猫みたいみたいなそういう老猫を集めて、はい、おばあちゃんの原宿巣鴨で、あの猫カフェをね、あの老猫カフェをやったくて、メイドカフェって言うんですよ、これメイド、なるほどね、間違って来るやつが絶対いると思うんですよ、猫ばっかりで、あ、動いたみたいな、あ、そういうのやってみたいです、え、で、あのメイドカフェのメイドさんたちも、はい、まあ、やっぱりヨゴヨゴしてみたいな感じ、こちらへどうぞ、今日もいらっしゃいましたみたいな、あ、ナイスですね、危ないみたいな人もいたです、おばちゃん足元が猫人ともに厳しい状況を、いいですね、あの、うん、茶を吸っていただいて、帰りにはメイドの土産を渡すので、そういうのに欲してる方はぜひ、はい、私はもういいですやれるかどうか分かんないですけど、うん、そういうつまんないことだな、あ、でもいいじゃないですか、すごいやりたいです、でも年寄り猫は年寄り猫でね、すごくいいですよね、静かでしたよ、いないみたいだったあの、あ、うん、いたのぐらいの感じのマンネリがね、21日25時間ぐらいですか、すごいすごいすごい、ミルクから育てたんですけど、だからこんな白くなっちゃったの、いやいやいや素敵、真っ白、真っ白、すごいこれ、もちもち、去年もいた、もち去年もやってた、うんうん、この子もちょっとひぞこ、ひぞこっていうかね、兄弟はもらわれたのになんであんたはね、あ、そうなの、もち、もち、みんな白から取ってね、言いたいんだよ、ここに、まあいいね、走り回ってる、うん、そっか、最後になんか、最後にっていうか、あの締めにかかろうと思ってないんですけれども、はい、なんかこう、皆様に、読者じゃないな、視聴者の皆様に、はい、言っときたいことだったり、言っときたいことですね、猫でもいいです、別にあのパーソナルな話でもいいんですけど、え、何、パーソナルな話でも、パーソナルな話、はい、パーソナルな話ね、そうね、なんでしょうね、気が向いたらこれいいですよ、行きますちなみに東京キャットガーディアンで販売させていただいてますので、はい、あのいらした方はぜひ手に取っていただきたい、すごい、もうあんまり本屋で見かけないレアなレアな本です、アマゾンにはまだいる、そうですね、うん、すごい素晴らしいです、はい、人生の一冊にぜひセットでね、いや、あの時々聞かれるんですけど、これは買いたいって言われて、で、ネットはセットになってないのって言われるんですけど、しますよ、します、割高で、うん、割高で粘土とヘラとかなんか一式セットになってたら持って帰ったらあんま作れるぞセット、あー、なんかそういう販売もしたことありますけど、あ、そうですか、うん、だってね、割合なんかすごく簡単に色とかつけられちゃって、うん、そうですね、うん、今時の粘土ってすごいですね、乾いたらもうそのままでもいけ、え、昔からそうでしょ、そうなの粘土はね、その場合で昔が昔のドアが過ぎて粘土が粘土色してた頃の粘土だ、あ、
でも最近そうですよね、粘土粘土入りしてたずっと長い間そう言われるとそうかもしれない。匂いもちょっとあれだったし、うん、ちょっとグレーだったりし、白くなったのって割と最近かもしれない、うん、色があんなに綺麗に発色して で、ね、でそのまま固まってくれて、うん、そう私も成人してからかもしれない粘土が白くなったいつ成人したかはちょっと話しておきますよ。はい、はい、まあ、またあのご出演もぜひ、はい、作品でもよろしくお願いします、はい、ぜひいらしてください。今日のゲストは高橋さんが粘土教室をやっていただきました。ありがとうございます。また次のご視聴お待ちしております。